ソンバトヘイ・ハラダーシュは、ハンガリーのソンバトヘイをホームタウンとするサッカークラブ。ソンバトヘイ・ハラダーシュは1919 19年に創設された。1936年にトップディビジョンでデビューを果たしたが、1シーズンで降格した。その後も、クラブは何度もセカンドディビジョン降格を経験している。1975年、初めてマジャルクパ決勝に進出したが、 ウイペシュトに2から3で敗れた。1993年は、フェレンツバーロシュに1から1、2002年は、ウイペシュトに1から2で敗れ、共に準優勝に終わった。2007から08シーズンは、ネムゼティバイノクシャーグ2、西地区で優勝し、ネムゼティバイノクシャーグ I に復帰した。2008から09シーズンは、過去最高の3位で終え、UEFA ヨーロッパリーグ2009から10。 出場権を獲得した。昇格チームが3位に入るのは、ネムゼティバイノクシャーグアイの歴史で初めての出来事だった。10、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。